皆さんこんにちは。プロソフトテニスプレーヤーの松本です。大変長らくお待たせいたしました。5月から半年間活動休止ということで、試合に出たりとか YouTube とか発信活動を控えていたんですが、この動画をもって復帰を発表させていただきます。改めてよろしくお願いいたします。この活動休止期間中にも講習会だったりとか、試合はテストで出たりとかをしていたんですけど、まあ、やはりスポンサー様にちゃんと全員お会いして、まあ、支援者様も含め、いろんな説明をした上で、まあ、自分がよし行くぞっていう決意を持っていけるタイミングが、まあ、今ということで、ちょっと活動再開はしていたんですが、本格的に復帰をしていきたいと思います。よろしくお願いします。今回皆さんにお伝えしたいトピックは3つあります。1つ目は活動再開に至った経緯を、次に今後の活動の方向性で、3つ目、結局松本は何がやりたいのかっていう、この3本柱で発表をしていきたいと思います。なかなか本音を話すこともなかった、まあ、少なかったので、ここをもって改めて活動2年半を終えて今後どうしたいのかっていうのを明確に発表していきたいと思います。まずは病状と体調について話をしていきたいと思うんですけど、そもそもその僕がなったうつとか適応障害っていうのがどういうものなのかっていうのを知らない人とかもいると思うので、まあ、簡単に説明しようと思います。で、一般的には特定の状況とか出来事が、まあ、ストレスになって、それが無気力だったり物事を考えられなくなる、もう燃え尽きてしまうような症状になってしまうと。ただうつと適応障害っていうのは微妙に違って、適応障害っていうのはそのストレスとなる状況や、まあ、出来事がはっきりしているので、その原因から離れると治るっていうようなものでした。僕の場合はですね、まあ、一番は教師を辞めて2年半がむしゃらに突き進んできた肉体的精神的な疲労が、まあ、一番大きかったんじゃないのかなと思ってます。まあ、最初のお話をすると、実績ゼロで、しかも収入も最初ゼロだったんですよね。教師の時の貯蓄と退職金とかそういうのを元にスタートみたいな感じで、まあ、とにかく焦ってて、まあ、練習して発信して様々なことに挑戦して動きまくって、とにかく結果を出さなくちゃいけない、目立たなくちゃいけないということで、でハードワークをして、ただその中でやっぱり収入が足りなくなってスクールを始めたりとか、でも遠征はしなくちゃいけない、結果は出さなくちゃいけないっていう精神的なところもありましたし、完全に 100% 僕が悪いんですけど、最初弱いのにプロって名乗ったことによって、まあ、誹謗中傷を受けたりとか様々なことを言われたりしましたね。まあオープンにはあんまりしてなかったんですけど、割とこう長文で DM が来たりとか、テニス面行動面でいろんなことを言われることも、まあ、少なくなくて、そういうのが自分ではそこまで、ああなんかまあそうだよなって思ってたけど、まあ、それがストレスになってて、まあ、今回このような体調不良になったんじゃないのかなと思ってますね。正直適応障害っていう診断を受けて4月5月、まあ、全日本の前だったんですけど、ずっとベッドで寝たきりの状態で、もう食って寝てみたいな状態で、その時は寝てる時天井見ながら、なんか全日本大丈夫なのかな、まあ、今収入止まってるけど大丈夫なのかなとか、スポンサーさんもしかしたら契約切られるかなとか、怒られるだろうなって思うわけなんですよね。でも体は動かないと、無気力でしたねあの時は。まあ、その辺については別の動画で、まあ、その時の状況とかを結構話していきたいと思います。で、今どうなのかっていうところについては、今元気になりました。まあ、精神的なところなので、なかなかなんかどこがベストなのかとか、どこがこう感知してるのかとか、よくわからない部分は、まあ、正直自分でもあるんですけど、練習やトレーニングもやっていて、まあ、何よりもこれから発信活動、そして結果を出すためのテニスしっかり頑張っていきたいって心から思えてるような状況なので、いいのかなと思っています。で、今もストレス対策として、まあ、カウンセリングを今月1回ぐらい受けてますし、物事考え方を改善して、まあ、休養の取り方とかもこの休止期間中でいろんなものを試して、
自分なりに合っているところだったりとか、まあ、ストレスになっているポイントとかも振り返ったりとかもして、改善できています。で、今は SNS の対策としては、まあ、誹謗中傷や、精神的ストレスがやっぱりあるので、まずフォロワーを減らしました。僕自身が他の人の情報をあんまり見ないようにっていうのを今意識しています。自分自身を守るために自分と合わない人だったりとかはミュートしたりとか、まあ、時にはブロックしたりして自分自身を守ることを最優先に今しています。で、他スポンサーさんにも言われたんですけど、まあ、自分自身がやるべきことが多すぎてキャパオーバーになってた部分もあったため、まあ、少しずつこう任せる部分も作って僕がやるべきことに集中する環境づくりに今生んでいます。次に今後の活動の方向性について、話をしていきたいんですが、ここについてはテニス面と情報発信面の2つで、話をしていきたいと思います。まずテニス面なんですけど、大きな変更点としては今後よりシングルスに特化した選手になりたいと思っています。具体的には、これまでは国内の大会、例えば全日本社会人とか天皇杯とかそういうのにも出ていましたけど、今後は基本的にはシングルスの大会のみに出場しようと思っています。そしてじゃあその空いた分どうするのかっていうところで、2024年シーズンから海外の大会に出てみようと思っています。具体的にはタイとかポーランドっていうような海外で、まあ、オープンで参加できる大会があるので、その大会に出場をしたいと思っています。です。まあ、理由はいろいろあるんですけど、大きく言うと2つあって、まあ、1つが2022年シーズンダブルスの試合出場したんですけど、まあ、なかなかシングルスに大きな良い影響が出てるかなって思う部分が少なかったことと、まあ、固定のペアが作りにくいっていうことが大きな理由です。まあ、さらに皆さんも分かると思うんですけど、最前線を走ってる日本代表レベルの選手たちってめちゃくちゃレベルが高くて、まあ、そこに僕がダブルスでこう食い込むことはゼロではないですけど、もうほぼほぼ不可能に近いだろうなって思ってます。それはもう最初から分かってたことなのでそんなに驚いてはないんですけど、まあ、その分僕はダブルスを捨てる代わりにシングルスに特化して、まあ、そこにエネルギーをシングルスに全投下してやっていきたいと思ってます。その代わりシングルスはどうしても大会数が少ないので、海外の大会に出て実戦を積むとか、経験を積むっていうところを今後はやっていきたいと思います。ここはスポンサー様にも、了承を得てプレゼンで説明をして意図とか、考えを話した上で挑戦をしていきたいと思っています。次に情報発信面なんですけど、今後は YouTube を中心にやっていきたいと思います。これはまあいろんな理由がありますけど、やっぱり動画が一番思いだったりとか伝わりやすいですし、皆さんも結構やっぱり YouTube 見られてる方多いなと思っているので、 YouTube を中心に、あとはまあインスタ、ツイッター、フェイスブックなど、僕文章を書くのも結構好きなので、自分の考えをちゃんとアウトプットしてより成長できるような環境にしていきたいと思っています。もしこういう動画を見たいっていう動画があれば、ぜひ皆さんの意見も欲しいのでコメント欄に書いていただけると嬉しいです。最後に結局松野はどうなりたいのかっていうことについて話をしていきたいと思うんですが、この半年間ってやっぱずっと考えてました。いろんな人に会ったりとか、これまで自分のことばっかりやっていたので、まあ、指導の方とか講習会だったりとか人に会って話すっていうことを多くの人とやってきて、まあ、僕の YouTube 見てるよとか発信見てるよっていう方がなんか思いのほか多いなって思っていましたし、なんかいろんな人が本当応援してくださってるなっていうのをすごく感じました。で、それをまあ踏まえた上でどうしたいのかっていうところで、正直僕は最初は、まあ、教師時代にやり残したこと、もっとテニスを突き詰めてやりたいなって、結果を出してないから全国で勝てる選手になりたいなっていう思いでやってきました。そこで活動2年半やって何を思ったかっていうと、まあ、日本一になるプラス最終的には自分の活動の集大成となるような大規模な会場でテニスをしたいなって僕は思ってます。で、
具体的には、まあ、例えば幕張メッセとか今だったらドームとかありますよね。そういう、こう大規模な会場でソフトテニスで初めてのイベントというか僕の集大成となるような試合をやっていきたいなって思ってます。5000人とか1万人の中で日本のトップの選手と対戦して、まあ、そこで引退するっていうのもかっこいいなって思ってます。なんでそういうふうに思ったかっていうと、そういうイベントをこうスポンサー様だったりとか、これまで自分を応援してくださった方々と共に作っていきたい、今までの成果を発表するような場所を作っていきたいなっていう思いがあります。なぜそうなったかっていうと、結局自分自身だけ目立って他の人に還元できないのってあんまり本当の満足は得られないのかなって僕は活動を通してたんですよね。最初はやっぱり勝ちたい勝ちたいっていうところが大きかったんですけど、全日本シングルスの時に岡山であったんですけど、その時にスポンサーさんだったりとかクラファンでファンの支援者の方々とかがわざわざ遠方から駆けつけて、くださって、でその時に試合で勝った時になんかこれまでにない感情が生まれたんですよね。試合に勝ったことよりもこの応援してくださってる人たちの前で勝てて一緒に勝利をよとか試合の結果を投稿した時にみんなが驚いてくれる、そしてそこで DM とかで僕も頑張ろうと思いましたとか、私も頑張るので松本さんも頑張ってくださいみたいな、なんかそういうのが僕の中では結構あこれいいなって思ったんですよね。直感的になんか自分が満足するだけじゃなくて、自分が満足することももちろん大事だけど、その満足した先にいろんな人に良い影響を与える、先頭に立っていろいろ頑張るけどそれをちゃんと僕の後ろに見てくださってる人にも還元するというか、いい影響を与える、そんな存在になりたいなと思って、ただ日本一を目指すだけじゃなくて最後は集大成の日本のトップの選手に僕が挑んで戦うっていうイベントをやって、それを大観衆の中で、ああ私もこんなところに立ちたいなとか、スポンサー様にもこいつを応援しててやっぱり良かったなって思ってもらえるような存在になりたいなって、この活動休止の期間中得て思いました。今後の目標としては日本一になるっていうことは第一ですけど、それにプラスアルファしていい影響を皆さんにも、僕が学んできたことをどんどん発信したり伝えていきたいなって思っています。これまでにない伝説に残るような選手になりたいと思ってます。僕の姿勢だったりとかやってきたことが皆さんの人生にスパイスぐらいの、料理で調味料ぐらいのちょっとした変化をもたらせるような存在になれればと思っています。良くなりましたけど、これから気を改めて僕はガンガン突き進んでいきたいと思います。皆さんにもご迷惑かけることあると思うんですけど、これからも引き続き応援してくださると嬉しいです。それでは今日も一日ご安全に。